高坂正信は、1527年、甲斐国に生まれ、武田四天王の一人として活躍した武将です。かなとして、壇上を名乗っており、あらゆる情報を集めて戦況を分析し、無理な戦いをしない慎重さから、逃げ壇上と称されました。1561年の第四次川中島の戦いでは、西助山攻撃の別動隊として先行を挙げ、北信濃の知性に当たりました。1575年長篠の戦いでは、上杉軍の抑えとして参戦せずに海津城を守備。この戦いで、武田家は有力家臣の多くを失い衰退するが、家臣団の再構成や同盟交渉に奔走し、武田家を支えました。